好きです。はい、大好きです。そんな好きじゃない。どちらかといえば好きだと。好きだと。興味のある微妙です。好きじゃない。普通です。すごいです。何を言うわけじゃないですけど。そこそんなに好きじゃないです。だと思います。嫌いでは好きだ。勉強、仕事、バイト、就活、大学受験、漫画を読む、映画、海外旅行が、サッカー、韓国語、インフルエンサー、美容、検定、人間関係とか。ああ、待ってない。英語が好きなんですけど、ダンスで振りを作るときに想像できる幅が広がったり、まあ、違う楽しみ方ができて、高校の授業の一環で職場体験に行った時に今のアルバイト先に行かせてもらって、書くのが好きじゃないから学ぶのが苦手。体育とか図工は好きです。4歳ぐらいからサッカーずっと始めて、日本の高校は受験しないでイタリアに行くことに、高校に進学するタイミングでコロナウイルス、サッカーも学校も行けないような状況だったので、前に習えの環境で勉強しなきゃいけない場所だったからこそ、周りと価値観が合わないなって。アメリカの結構有名なダンサーの方を自信持って分かるぞって思って聞いていたら、やっぱりコミュニケーションを結構伝えたいだけ惜しみなく取れたので、すごいいろんなこと考えながら、お客さんのためにっていうのをすごい考えていろいろやってくれてて、英語を学ぶのに工作をやるとなんかやる気が出ます。一番信じてたサッカーっていうのが続けられない状況だったので、やっぱり周りの人がいろいろ楽しんでるような状況を見るとすごい辛かったって覚えてます。前は価値観が合わないと勝手に感じてることが多かったんですけど、家族に正直に言ってみたことをきっかけに理解をしてくれる人が周りにいるっていう風に分かったので、それからは正直になれた気がします。もう何かしら英語を使えるチャンスのある可能性が広がるようなお仕事、地元でどんな人からにも選ばれるような美容師になりたいと思います。外国の国とか行ってみたいから、英語を少しだけでも学べたい。自分のやりたいことだったりなくなってしまったので、イタリアに行ってイタリア語を勉強して自分のやりたいことを探していけたらいいかなって思ってます。素直になる勇気を与えれる人になりたいです。自分の視野を広げてくれること、自分を見つけるための手段、早くしてくれたり強くしてくれるもの、人生をより楽しくするもの、新しい発見、やめてはいけないもの、自分の身になる、人生の栄養素、苦手意識の塊、物事を別の側面から見られる必要不可欠なもの、頭を良くして、今の自分を作り上げ、息抜き、自分との戦い、生涯の友達、人生そのものの成長、価値観が豊かに成長する、考え方が作り上げる、作り上げる。まだここにない出会い、リクルート。